最終オクトーのモノマネします。うわぁ面白い。はい、どうも皆さんこんにちは、みざです。本日はですね、僕がグラブルでやってる日課をご紹介するっていうことで、まあグランブルーファンたちすごい毎日やることいっぱいあるじゃないですか。タイムリーなやつだったら俺たちのレンジャーサインのミッションとか、皆さんやってます？このミッションだったりとか、例えばだけどカジノ交換だったりとかっていう、まあ日課系がいろいろあるんだけど、まあ僕ってやっぱりグラブルある程度やってるわけじゃないですか。だから自覚はあんまりないんだけど、厳選されてるかもしれない。僕がやってることっつうのは、まあ、僕がこう普通にやってること、また俺何かおかしいことやっちゃいましたみたいな、まあそんな感じではないんだけど、ちょっとそこをご紹介することで、なんかこうみんな的に見えるものもあるんじゃねえかなっつうような感じの企画でございます。そんな感じで、やっていきましょうか。よろしくお願いします。で、僕がじゃあまずグラブル始めたら何するかな。まあ基本的にここ行きますよね。ここのこれはやります。ハード系はやっぱり楽なんですよね。ここやるのはすごい楽だし、経験値がなんだかんだこう時間効率がうまいんですよね。だから僕はこうやってここトレハン入れる派なんですけど、トレハン入れて、まあこうやってまず島ハード系は全部やっちゃいますね。で、これで武勲を稼ぐ感じ。だからこれ R と SR キャラで固まってんだけど、ここで武勲稼ぎと経験値稼ぎっていうのを兼ねつつ、ここで SR 武器を狙ってます。結構 SR 武器って足りないんですよね。で、まあ昔ちょっと前だったらオールドナラクーバラが欲しかったんですよ。うん。日課の中でここのオールドナラクーバラ目的でナタク討伐戦を入れてましたね。今もう3突揃ってたんで行ってないんですけど、だからまあここら辺の武器を、ここをこなしながら、これ島が毎回移動していくじゃないですか。ここのボートブリーズ群島からバルツ公国行ってみたいな感じで島移動していくんですけど、そこでこう必要だなって思ったアイテムを途中で差し挟んで行ってます。例えばだけどマグナ HL とかもここで、これやってる最中に、あ、ここをそういえば行きたかったなっていう風に思うのがあればここで行く。例えばコロマグ行きたかったなって思ってたら、日課にここでコロマグを追加していく形。基本的にはそうですね。だから今フラムグラスを僕はよくやってて、まあ、エッケザックス、オールドエッケザックス目的でやってるから、まあ今日課だったらこういう風に挟んでますね。次の古戦場に備えた形でこうやって行くような感じかな。ちょっと行ってみましょう。はい、これで2戦が終了しました。まあ、今回もオールドエッケザクサ出なかったんですけど、こんな感じでこう途中で差し挟みつつ島ハードに戻っていく形ですね。まあ、だから基本島ハードはやるって感じ。島ハードに応じたやつをやりつつ島ハードだけはこなしていく感じですね。だから前回の水属性有利古戦場が来る前とかだったらエウロペのことが欲しかったじゃないですか。だからこういう時だったら、リバマグに行くみたいな。ここでリバマグ差し挟んだりとか、ちょっと前だったらビルヘルムが最終上限解放されたじゃないですか。だからビルヘルム目的でグラに行ったりっていう感じですね。じゃあこのまんま進めますね。で、ここまで終わったんですけれども、僕はここからマグナもやってます。で、マグナなんだけど、光と闇ってめんどくさいじゃないですか、正直。光と闇はめんどくさいからスルーして、僕は、4属性のマグナをやってます。で、目的としては SR の餌と SSR 武器ですね。今回だったら、次のコロマグ杖とか、次のコロマグ杖って結構その上限解放するとき、SSR餌とかをバクバク食ってくんで、まあ、そこら辺を貯蓄しようっていう意味もあって、僕は4属性のマグナは最近はほぼ毎日行ってますかね。まあ、他に SSR 武器が欲しいとかだったらシュバマグとかも全然行くといいと思うんですけど、僕の場合は餌目的なので、まあ、餌目的の場合は4属性ぐらいでいいかなと。まあ、時間効率もやっぱ悪いから倒しづらいんですよね、光闇は。だからちょっとまあ僕はこんな感じで、まあ、とりあえず4属性マグナだけは回ってるって感じかな。じゃあとりあえず回ります。これでもう大丈夫。はい、ということで、ユグマグまで終わりましたね。まあ、マグナ系に関しては結構エレメントとかも手に入るから、ブロマイド的にね、エレメントとかも手に入るんで、まあ、僕はちょいちょいやって、こうやって、
小さく小ずるく稼いでいるような感じですね。でここまでで僕の動画の撮影時間はだいたい15分ぐらい、15分ぐらいっていう感じなんだけど、じゃあここから先にエクストラに行きます。でエクストラなんだけど、僕は四大天使の試練やってます。あ、僕もすいません、やっちゃったんですけど、四大天使の試練っていうのをとりあえずやってますね。いつ使うかわかんねえけど、まあ天使系なのでね、いつか使うかもしれないっていう目的でやってますかね。あとはコロー以外の討滅戦はやってます。はい。で、コロー討滅戦をやってない理由は、オート放置で枯れないんですよ、コローって。マニアックなんだけど、HP50% 以下になったらなんか、ボワーンとか言って爆発するじゃないですか。あれで全滅しちゃうせいで、僕、コローをオート放置で倒せないんで、基本的にコロー以外の討滅戦は気が向いたらやる感じ。日課的に言うと。で、まあ、他のやつだったら、イベント系はやりますよね。ここのマニアックはやってます。マニアック2回やって、で基本はこれで終わりですね。僕日課本当に短いんですよ。僕30分ぐらいで日課終わるんですけど、まあ、そっからあとはフリーっていう感じで、まあ、いつもこんな風にやってるんだけど、合間合間にマルチバトルの方、例えば、あ、柴田わーい、うおーみたいな例えばだけど、こういう風に、あとはもうフリーっていう感じ。そんなにこう自分を縛ることっていうのがあんまりないんですよね。例えば今ここだって思ったらこういう時に入ってっていうのを含めてたら、どん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 時間が増えていくっていう感じで、基本的にやるのであれば、まああと日課としてはカジノを交換したりとか、まあでもなんかよく忘れてるし、今もう85個残ってるっていうことは、つまりもう3日ぐらいしか行ってないしね、ここのカジノとかも。まあっていうような感じですね。僕の日課って本当に短いんですよ。だから島ハード回って以上みたいな、島ハード回ってマグナ4属性回って、まあ、あとはもうじゃあやりてえなって思ったもの、例えば芝15連をやりてえなって思ったら、僕のツイッター見てる人だったらわかると思うんだけど、芝15連蹴りなしみたいな感じで僕ちょいちょい募集してんだけど、それをやったりとか、あとはまあ週に1回系のやつですね。まあ月曜日だったらアーカルムの転生やってるし、あと A を集めたいな、団 A を集めたいなって思ったら、アルバハ行きませんかつって団で一緒に行ったりするし、っていうぐらいなんですよね。っていう感じでね、まあ、結構意外に思われたんじゃないかなっていうふうに個人的に思うんだけど、僕は日課マジで30分で終わりますね。まあ、だから強くなってくると、こう、時間自体も早くなってくるっていうのもあると思うんだけど、結構日課自体は、まあ、あとは自分で見つけていく感じですかね。装備が欲しいなと。例えばだけど、まあ、装備が欲しい。ここでじゃあ武器、キュロスミネットが欲しいな、エウロペダーバーンみたいな感じとか、風属性育てたいな、グリームディルダーバーンみたいな感じの、ね。あれがあったとした時に、どんどん加速度的にやる時間が増えていくっていう、15連募集、30連募集、マルチ救援張り付きみたいな、って感じでね。だからまあ僕は基本日課っていうのはすごい短くてストレスもなさげな感じ。皆さんもね、まあなんかこう軽くしておくといいんじゃねえかなっていうふうに僕は思う次第でございますという話でした。俺たちのレンジャーサインはね、もう9月15、もうすぐ終わっちゃうもんね。もうすぐ終わっちゃうんですけど、僕まだこれ全然やってないんで、まあここから、動画を投稿し終わった後はこちらのエクストラクエストの俺たちのレンジャーサインエクストリームずっと周回してるんで、まあ皆さんもそんな感じでやっていくといいんじゃねえかなっていう風に思った次第でございます。皆さんの参考になれば幸いです。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。